どうした？してたまるか。なんで止めるんだよ、クリリ。いいんだ、これで。え、この次はオラが、オラが一人で倒してみせる。ありがとうな。おかえり。
お帰りなさい。あなたたちもお帰り。はい、すみません。仕方ないわよ。ほら、お前はその前。あ、はい、そうで、はじめまして。この人は俺のパートナーです。今まで巻物を使った特別任務は全て俺たちがやっていたんですが、最近また急に歴史の改変が起きるようになって、老海恩神様とあなたにも手助けをお願いすることになったんです。あなたの実力についてもお二人からよく聞いてます。特別任務も次々こなしてくれているって老海恩神様も褒めてましたよ。こらよせ、調子に乗ったらどうするんじゃ。わしはそんなこと言っとらんからな。お前なんかまだまだじゃからな。そんなことないわよね。頑張ってくれてるもの。甘やかすな。でだ、歴史の修正はなんとかなったが、ずいぶんおかしなことが起きとるの。歴史に存在しないはずのやつが出てきたのは一体どういうわけなんじゃ。あと一歩のところで取り逃がしましたが、この手口は今俺の追っている奴らが裏で糸を引いてるんだと思います。別の歴史から悪人たちを呼び寄せ混乱を引き起こそうとしているんです。その裏にいる奴らとは誰なんじゃ。遥か未来からやってきて、様々な歴史からエネルギーを奪い取る暗黒魔界の住人、悪の科学者トワと、彼女が作り出した人造人間ミラ。ちょっと派手にやりすぎちまったかな。探したわよ、あなたたち。ターレス、スラッグ、世話を焼かせないでほしいわ。トワか。勝手に動くなと言ったはず。俺様がどうしようが、貴様には関係ない。指図するな、ミラ。俺は貴様らの部下になったわけではない。あのサイヤ人の小僧に復讐するために一時的に手を組んでやっているだけだ。付き合う。よそや、仲間割れなんてつまらねえぜ。それより頼んだものはできたのかね。ええ、持っていくといいわ。その神聖樹の実は暗黒魔界の力で強化してあるわ。これでカカロットのやつ。それじゃあ、あとは頼んだわよ。どうだかな。あんな奴さっさと洗脳してしまえばいいだろう。
いいのよ、ミラ。いちいち洗脳して命令なんかしなくても、あいつらは勝手に歴史を荒らしてくれるんだから。それに、ちゃんと手も打ってあるわ。よう。よう。戦おうじゃないか。ただし勝てないと思ったら帰るからな。訓練で本気が出せなければ本番でも出せないぞ。準備はいい？それじゃ始めるわよ。うん、なかなかやるな。しまった。あとは頼んだぞ。2号この風呂強いわ。訓練は合格だ。これで君はグレートサイヤマン3号だ。スーパーエリートの私がいたからな。当然の結果だ。次もその調子で行くのよ。
よう。グレートサイヤーマン1号フォーほらほら君目ポーズしなきゃチームワークがなっちゃいないなポーズも決められないとよし今からポーズの練習だちょっとそんなこと言ってる場合じゃないでしょおっとそうだ悪の戦隊を懲らしめるんだジャコ君も協力してねやるのは義勇特戦隊じゃないかなんだこう私は運が悪いんだしかし逃げるわけにもいかないぞ宇宙船のパーツをこの辺りに落としてしまったからなさすがはサンゴだその調子で戦ってくれたまえ体が思うように動かねえ朝の体操サボるんじゃなかったぜしまった徹夜でゲームしてたせいで力が出なかったぜメガメの戦隊は撃退できたようだ私たちのチームワークの勝利だなよう。
正義のヒーローは常に上を目指すもの。そのための手合わせだ。君も正義のヒーローだから当然参加してもらうぞ。手合わせを通して自分の弱点を克服するのよ。頑張ってね。この調子で戦うんだ。そう、意外とやるな。調子で次の手合わせにも勝とうじゃないか。よう、今こそ正義の力を示すとき、壮大な悪に立ち向かうんだ。妙な連中が出てきたな。どうぞ、私には勝てない。あいつ強そうだな。スーパーエリートの私でも勝てないかな、なんて。私たちのチームワークがあればどんな敵にも必ず勝てる。よし、この調子でいけば勝てる。
力は無限大だ。やった、なんとか倒せたみたい。スーパーエリートの私にかかればどんなやつも敵ではないのだ。もっと危なそうなのが出てきたようだが、弱いのが出てきちゃった。だけど正義は必ず勝つ。お前が強いな、殺してやるぞ。少しだ、お目を刺すぞ。どうにか片付いた。今回は危なかったな。あれ、ジャコ君は？こんなところで宇宙船のパーツを発見してしまった。敵も倒したし、パーツも見つかったしで、よかったよかった。よう、今回の任務は、私と一緒に人命救助、倒れている人々を助けていくんだ。ただし、邪魔してくるやつもいるぞ。スピーディーに進めるんだ。いいね。くわけには、しまった。あとは君に任せたぞ。よし、半数の人を救助したぞ。なかなかいいペースだ。油断せず、気を引き締めていくんだぞ。
にか終わったね。君のおかげで全員助けられた。みんな感謝してくれていたよ。嬉しいものだね。次もこの調子で任務をこなしていこう。いえ、パンを助けてほしいの。ギルのためにここに落ちてる怪物を集めたいの。パパもママも力を貸して。お願い。何を言ってるんだ。私たちは君のパパとママではないぞ。もう何でもいいから手伝ってよ。そう簡単に行くと思ったら大間違いだぞ。みんな彼女を守りながら戦うんだ。戦いとはこうでなければな。この私を相手によくやるな。バカな、この俺が。やった、パーツを見つけたわ。私のテリトリーで好き勝手にはさせません。メガネ、どうしました。戦いはこれからですよ。気を甘く見すぎているのか。この私がなぜだ。今度はこの俺が相手をしてやる。たちを舐めていたようだ。そろそろ本気でやらせてもらうぞ。もう許さんぞ。皆殺しにしてやる。残りのパーツを見つけましょう。よし、あと一つよ。ふう、どうなるかと思ったけど、なんとか終わったね。あの子が無事だったのはあなたのおかげよ。ありがとう。これパーツ集めの最中に拾ったんだけど、何かに使うものなのかな。これは私の宇宙船のパーツではないか。ありがたくもらっておこう。
や。ようこそ。よ。いらっしゃいませ。スーパーサイヤ人になるとちょっと凶暴性が増すんだ。貴様も一瞬で倒してやるぜ。ベジータ様をなめるなよ。スーパーベジータ様相手にここまで戦えるとはな。呆れた。どこ
こまで強くなれば気が済むのよ。今までとは桁外れの強さを取る。覚悟しろ。面白くなってきた。思いのほか楽しませてくれるじゃん。こんにちは。
Oya? Oya?
せていただきますよ。兵たちと手合わせをしていただきましょう。ただし3分以内です。それだけあれば十分でしょう。ハードルが高いなんて言わないでくださいね。弱い方に入隊してもらっても意味がありませんからね。まだ半分ですよ。息切れなんてしていないでしょうね。なかなかいい動きをしてありますね。なかなかやりますね。いいでしょう。フリーザ軍への入隊を許可します。手柄をたくさん立てれば幹部も夢ではありませんよ。身を粉にして励みなさい。あなたの活躍楽しみにしていますよ。これ以上貴様の身についてらは見るな。ここらで消えてもらうことにして、いずれこうなると思ってたぜ。ダーボお腹が溜まりやがって。臭い息を吐き散らすのはそこまでだ。おい、早くあの毛玉の息のを止めて。なかなか美しい動きだ。私の部下としての自覚ができてきたようだな。裏切り者め、フリーザ様の右腕である俺にこんな真似を。フリーザ様はお前など当てにしておらぬ。安心して死ぬ。証拠が落としたのに触るやつだよ。もう頭に来たぞ。やっさきにしてやろう。わかった、俺の負けだ。思った通りだ。お前の力はあのドドリアを上回っていたようだな。見ろ、奴の醜い命乞いを。殺すのも汚らわしい。これからも頼むぞ。私とお前が組めば怖いものはない。
ボロだ。この私に歯向かおうというのは、身の程知らずにも程がある。追をしておきをしてやらんと、私が目をかけただけのことはある。どうだ、今すぐ降伏するなら許してやってもいいぜ。私をここまで追い込んだ、障害の事態だ。見事だ。認めたくないが、私の完敗のようだな。なんということだ、この私を上回るとは。いい、今から私はお前の下につく。何なりと命令するなり、お前が野望の果てにどこまでたどり着けるのか、そばで見届けたくなった。